どうしたの、アイ。3年生の教室まで来て。あのさ、今週末一緒に合宿しない？2人で追い込みプチ合宿。アイってば、いつも急ね。だって思いついちゃったんだもん。ねえねえ、やるよね。はいはい、やらせていただきます。やったー、夜は語ろうぜ。いやよ、そんな青春映画みたいなこと恥ずかしいじゃない。絶対語る。疲れてるのね。寝るなら布団に入ってちょうだい。そんなところで寝たら風邪ひくわよ。いや、プチ合宿頑張っちゃったもんな。さすがのアイさんも疲れた。目いっぱい詰め込んだものね。早朝ランニングに始まり、午前中は基礎トレーニング、午後は歌唱とダンス、夕飯の後にはエクササイズ。充実したね。ねえ、どうして急に合宿したいなんて言い出したの？闘志を燃え立たせるため。闘志ね。前話してたことと関係あるのかしら。前って？野生のスクールアイドルの話。カリン鋭いな。まさにそれ。アイさんさ、セッツーと勝負して勝ったって思ってみたいんだ。ぶっちゃけそのために部に移籍したって言えるくらい本気で思ってる。私も同じよ。いつか追いついて追い抜きたい。セツナは私の理想なの。カリン、前はランジみたいになりたいって言ってなかったっけ？だからランジをお手本にしてるのかと思ってた。そうね、お手本はランジュの方かしら。ランジュは私にとっての完成形だから。果てしなく遠い道のりだけど、努力を続ければいつかは手が届く存在。私、ランジュには追いつけると思うの。そのくらいの自信は持ってるわ。カリン。でも刹那は違うのよ。アイとも話したわよね。歌もダンスも客席の煽り方も刹那は飛び抜けてる。でも本当にすごいのはそこじゃない。言葉で表現できない。刹那にしか作れない世界がそこにあるのよね。スクールアイドル未経験だった私でも、セッツーの凄さは一目見てすぐに分かったよ。私もよ。私はきっとああはなれない。だから理想。でも、そういう存在にこそ挑みたいじゃない？うん。挑んで、勝ちたいよね。私のやり方で、私の魅力で、その理想を超えてみたい。なんだ、私たち同じだったんだね。本気で挑んで超えたいんだ。それで見たことのない自分を見つけたい。そういうこと。ここで部で基礎から積み上げ直したわ。だから飛び越えるなら今の私がみんなを圧倒するのよ。もちろん愛のこともね。うん、私たちみんなで勝負だよ。セッツーだけじゃない。カリンにもランジュにもカスカスやリナリ、雫にしおって全員で勝負だ。みんな最高のライバルだからこそ勝ちたいよ。ああもう、なんかいいね、こういう会話。青春してるって感じ。私とカリン、前よりも仲良くなれたよね。部に移籍してきてさ。そうね。本当は柄じゃないのよ。
こんな青春映画みたいな会話。そんな嫌いでもないくせに。なんか目が冴えちゃった。ねえ、このまま朝まで語ろうよ。はいはい、愛が起きていられたらね。